はいえー、皆さんこんにちはえー、今日はねえー、久々のえー、投資報告をしたい行きたいと思いますねえー、まあ,あのこの日経平均をちょっとグラフ出してるんですけども私の持ち株で、えー、ファンドで買ったわけではないんですねではないんですけどこう日本市場のね景気動向がある程度わかるのがこの日経平均なんですねこれがちょっとおー話冒頭触れてみたいと思って。 ししてみました、えっと、見るとね、2万1000円をちょっと超えてきてると。ねうん、景気は上向いてきてますよみたいな感じで言ってるんですけど、実はね、平均線はね、ちょ,ちょっとね、下り気味なんですね。うん、でこの2万1000円っていうのは、まあこの数年の間、この2年の間では、えー、っと平均がちょっと下側なんですね。うん、ちょっと下側です。はい、で一番いい時でえっで、と、2万4000円。 24, ですね悪い時だと2万円をちょっと割るときがあるんですね。だから、まあ、2 1000円っていうのは、平均が2万2000円ですから、2万2000円、このラインですから、からちょっと低いんですよ。うん、でも株っていうのはみんなで買ってたり、あのー、新しく上場する会社、それからあの株をね、あのー、新しく増やしてますので、えー、本当はね上がり続けないとおかしいですよね。うん それにあの消費税もこれから上がりますし、えー、それから東京オリンピック、それから大阪万博とね、あのこれから日本の景気は良くなっていくので、うん、この金額、ね、2万1000円でずっと停滞しているこう2年か3年ね、うん、2万1000円というかね、2万1000円が軸,今軸なんですけどね、うん、で停滞しているというのは、うんまあ、あのちょっとお,、ね、おかしいのかな、上がって当然なんじゃないのかなと思ってますね。うん はいこのようにね、あのー、最近ね、あのー、皆さん持ち株が上がってるんじゃないかなと思うんですけど、実はね、えー、と全部が全部ではないんですよ。うんね、全部が全部で,でえっ、ー、と例えば私の、ね、持ち株で言うと,、ねえー、と、一応プラス20万というか、ね、あの5%買ってるんですね。まあ、ちょっと投資額、ちょっとこれ日本株だけなのであれなんですけど、あのー、投資、 下が額からすすると5%上向きですね、うん。4月には、ね、マイナス20万だったのが、現在、ね、プラス20万を超えてきてますから、40万上があったってことになりますね。でまあ、それは、ね、ラッキーだったのかもしれないですね。私の持っている株、銘柄がね。例えば、このオリエンタルランド。うん、これが、ね、すごい助かりますね。1社で,で、えーっとね、プラス25万なので、これがマイナスだったんです。ほぼ、ま、ゼロに近くまで下がっちゃったんですよね。 うん、一社で25万このオリエンタルランドを持ってるからこそ、あのいろんな株が買えたと思ってます。正直言ってね。幸、う、福、ん、を招いてくれてる、えー。夢の国、ディズニーランドの株ですね。オリエンタルランド。ただしね、高いんですよ。えっ、ー、と、これ100株買うのに135万ないと買えません。ね、私はね、これ、えー、と買った時がね、えっ、ー、とね、110万より下だったんですね。だから120万より下なんで、NISA、 枠で十分変えました。それがまあ135万まで増えてるというところですね。はい、差額としてはえっ、ー、とでまあ、などのあのね、ー、1万3000円ですから、上がったらすごい上がるんですよ。ガントね。うん、でえっ、ー、とこれがゼ、ね、ロになることがあったんですけど、マイナスになることはなかったので、これはね長く持つべきかなと思ってますね。 続いて隣のシダックスね、これちょっとダメです。<laughs> ただあの、えー、株主総会の、あのー、資料が来たんですけど、まあ、上向いてるんで、ねえー、無配当だったんですね。無配当は本当悲しいんですけど、無配当だったんですけど、えー、上向いてるんで、株価が、ね、長い目で見て、えー、戻ってくればいいかなと思います。まあ、そもそもね、あのー、株価安いですからね、2万4千円。24, になっっちゃってますけど今ね、うん、そもそも5万円ぐらいで買ったのかな、うん、そもそも5万円で買ったんだな。<laughs> 5万円で半,半分になりました。このね、マイナス50%。ねうん、ちょっとね心配ですけどね。でも、えーと、利益が出てるようなんでね。あのまだ ちょっと様子見たいと思いますね。で、あと、次、嬉しいのは、スカイラーク。スカイラークですね。これいいですよ。これも23%上向いてます。この、上収率から言ったら、オリエンタルランドはですね。ただし、単価が安いので、スカイラークがね。うん、えー、っと、15万、16万ぐらいで買ったのかな、ねうん。で、現在は19万ですね。なってますね。はい。えー、っと、かなり上がってます。4万近く上がってますね。うん、こういうね、えー、こういう長く持つ株ね。で、これは2、3枠で買ってますので、しばらくね。 あの5年後は楽しみですね。で、続いてダメだったのがセントラル、セントラルスポーツね、これ、スポーツジムの新生なんですけど、うん、これはダメですね。うん、ねまあ、これはね、あの、えっ、ー、と、無料のね、優待券が来るので、それで、まあ、ジムに会話してもらってますが、ね、うん、それだけでいいですよ、これね、別にね。うん。ね、で、ライドオンエクスプレス、これね、あの、なんだ、いきなりス,ステーキですね。うん。 のところでで結構上がったんですね、プラス10万まで上がったことがあったんで、うんねうん、10万通して20万倍になったことが1回あるんですよ。でそれと言わなかったんですよ。そしたら見る見るうちに下がってきて、でまあ、それでもまだプラス17%持ってるんで、うん、あのね、えー、いきなりステーキさんにはね期待していきたいただ結構ね、あのこの株式投資からすると、もうそ,そろそろいきなりステーキもみんな飽きてきたっていうような意見も出てるには出てるんですね。 優秀なあのー、銘柄なんですけど、ね、うん、すごくね安くてね、いいお肉が食べれていいんですけどね、ちょっとこの辺も今後考えていきますね。で、ラ,ンラウンド1ですね、えー、これはまあ、悪、まあ、い、すごく悪いですね。うん、でも売り上げがいいんですよ。うん、だから、ね、うん、投資家がねみんな売ってっちゃうんですね、なんだかわからないけどね。少子化社会 確かにあるんですけど、うん、北米にかなりね展開してますしね、これは結構いいんでね、まだまだ回復するのをし違いいと思いますね。俺、うんえー、ライドオンエクスプレスだけはちょっとね考えてあります、はいえー。それからイオンですね。これはなんかね、カードの事件があったみたいで、ちょっと下がってます、はい。でもね、全国展開しているもう国内唯一のね会社なんでね、これはまず。あと、 ダメなのがね、松屋さんこれなんでだろうね結構ね、客入りいいんですけどね、松屋さん、ちょっとダメですね。うんこれちょ,っとちょっと頭痛いですね。これもそろそろ売ろうかと思いますね。はい、で、マクドナルド。これはね、あのー、あれですね、変わんないです。ずーっと横ばい。プラスにならない、マイナスにもならないっいうじですね。ただ、優待券と配当があるんで、それで持ってる感じですね、えー。ハンバーグは月1食ずつぐらい食べれる感じですね。 うん、それから次がね、えっ、ー、と、ブックオフホールディングス。あ、これいいですよ。あのー、社名がね、変わってホールディングス化したんです、あのー、それでね、ちょっとね、一旦下がったんですけど、だいぶ回復して、プラス20%まで上がってますね。これはかなりいいですね。えー、それから、ソフトバンク。ソフトバンクですね。えー、あ、これがね、頭痛い。うん はいえー、ソフトバンクですね。これはね、配当が来たんですけど、3000円から4000円しか入ってなかったんでね。だから、今とは赤字ですね。だから、こう、紙消しもきで出るのかな、うんかね。まだ売れないんですよ、うん。マイナスのままなんでね。ちょっと寝かしておきますねで。もしかしたら 5G でガーンと上がるかもしれないので、えー、っとーね、ね、うん。ちょっと様子見です。えー、あ、これはね、良かった。吉野家。 吉野さんいいですよ、これ。これね、十何ヶ月連続赤字なんですが、それがプラスに出るんですよ。これね、なぜか、ね、根、ね、強い人気があるんですね。えー、業績悪いんですけどね、うん。あ、それでね、今度 AI を使ったね人事採用があるんですね。そういうの開発してるってことで、人手不足のね、あのー、飲食業の中でもね、その辺、あのーえー、いい話があります、えー。それからサイゼリア、これもね、赤字続きなんですけど、 おたんね、株式が上がってます、かなりね。うん、で、最近買ったのが、この日本ハウジンですね。これ、あのね、肩、えー、2251円、底寝て200株買いました、うん。で、これ一番低いですね、あのー、なんですかね、あのー、うまく、うまくね、分析できて、えっ、ー、とね、これちょっと2年ぐらいでいますかね。 2251円っていうと、もう底値ですよ。ね、ほら、ストーンと落ちてるんですね。ストーンと落ちて、この一番下の一番安い値段で買いました。で、少し回復してますね。で、3000円がラインなので、あともうね、500円上がって、5万円上がってくるんですよね。うん。百貨畑でね。うん、ね。あと10万円も受けられそうですね。うん、で、この落ちた理由、これ異常ですけど、なんとね、たった7000株売った一人の人がいるみたいなんですよ。 うんね、だから定年退職かなんかで、えー、個人株主だと思いますよ、7000株ってねあの、企業買収とかになるとそんな単位じゃないですからね、二、うん、部上場なんで、あのー、7000株の売却でこんなに価格に影響しちゃうのかなっていう、ねうん、大したことじゃないので、うん、でそこを私、判断して買いました、あのー、7000株であ、回復するんだなということでね、だから回復傾向にも入ってきて、それで、 えっとね状況的にはね、えー、もう5万円も来ました2週間ぐらいかなうんその代わりホットランドを売却してます、はい、銀だこ銀だこを売却して、えー、日本ハウジングに切り替えてます、はいねえー、というような形ですねそれから続いてアメリカ株へ行きますね、はい、アメリカ株ではえっ、ー、とプラス2600 466ドルの価値ですドル。ドルですよ、これね。ドル建てになってますからね。うん、で、為替もね、ちょっとね、えー、円安に傾いてきますね。で、えー、と108円の、108円台の中間にあります。はいで、えーと、新しくね、エヌビディアっていう株を買いました。で、買った時の値段が133円。これもね、うまいことそこで買ったと思いますね。現在が、 144円なので、うん、ね、はい、でこれすいません10株しか買いませんでした。<laughs> ね、うん、10株っていうことは、うん、大体ね、133、うん、だから、15万ぐらいですかね、15万投資して、だい体今20万円ぐらいになってるのかな。で、為替もねあのー、108円前半だったですね、の日に買ったので、為替も上がって、えー、株価も上がってますので、えー 大体もう、あのー、結構10万近くまで、えーえー、上がりました。で、この NVIDIA っていうのはずっと注目してたんですよ。これ最近買ったんですけど、えっ、ー、とね、えー、2年ぐらいで見ますかね。はい。ここの一番底で買いました、ここね。ここで、ねうん。で、本当だったら100、えー、僕133ドル買ったんですけどね、250ドルを超えるような価値があるところなんですよ。 だからこれがね、回復、プラスに回復してね、こに200ドルを超えてくるのを期待してます。うん、っていうのはね、あのー、ゲームのね、グラフィックボード、パソコンのグラフィックボードを作っているメーカーなんですけど、えっ、ー、と、それがだけじゃないんですよ。車のね、自動運転のシステムを開発しているところ、でたトヨタ、あーところ、ね、あの日本の自動車メーカーの自動車の えー、自動運転ですかの開発をしてますので、これもね、完成が近いということで、えー、それが発表されたらかなり上がると思うんですよね。で、あと、その事故が起きないような機構になってるとかね、まあ、どうなってるかからないですけどね、あの普通の人、凡人にはね。でも、それがもしね、あのー、成功するのがね、ちょっとなんか近いんじゃないかなと思って、で、しかも、ここ数年ですかうん、ここの数年の一番そこで、たまたま変えたんですよ。うん。 あとは上がってくるのを待つだけ。で、あと、えっ、ー、とー、なんだ、為替の方もね、為替の方も112円ぐらいが僕は妥当だと思うんですよ。ね、うん112円で、えー、そうだ、そういうフェイスブック売ったんだな、確かね、前に。で、でその資金が余ってたんで、日本株だいぶ買ったんですけど、あとこの NVIDIA も買いました。うん。ね、えっ、ー、とー、なので、 えー、アメリカ株は大体200万、日本円で200万ぐらいのことを知ってるんですけどね、あのー、n b d、BA、をね今後ね増資していこうかなと思ってます。もしくはね、急に今上がっちゃうとね、ちょっとね、ユ、えーさん回しきれないんですけど、ね、ただこれ今一番ね、狙い目かなと思ってます。はいではね、以上ですね、投資報告させていただきました、あの、えー、とね、上げ傾向にあるということですね。えー、でそれで今 円高になってるんでで買いです円高なので。ねでえー、円安いに今後なってくるはずなので、そうすると、えー、とアメリカ株はあのー、下がっても買わせて相殺してくれるんですよ。ね、でこの108円のに突入したら買うっていうのが開始にはというふうに。 私いつもつけてやってるんですよ。だから今まで買ってきたアメリカ株は必ず1 8円に入ったら買う。で、110円を超えてきたら、まあ一番ベストは112円なんですけど、えー、そのラインで売ると。これを繰り返すと、まあ勝利の法則じゃないですけどね、えー、必ず勝てる。というふうな形で、えー、今までやってきてますので、えー、その、えー、やり方について説明させていただきました。これは別にね、あのー、ファンダメンタルとかね、えー そういうことはほとんど私は気にしてません、ねうんえーテキ。テクニカル分析みたいなもんですよ。要はテクニカル分析何かというと、えー、まあ株式の、ね、基礎としては、ね、ファンダメンタルとテクニカル分析ってあるんですけどね、うん、この2つがね、あ,のあるんですが、まあ、あのテクニカル分析っていうのはそのチャートを見て、えー、その現在のね、条件で上がるか下がるかで、えー 上がるのを見越したらすぐ買う。で、下がりそうだったら売るとかね。うん。空売りだったら逆ですよね。うん。で、それをやるということですね。それが、えっ、ー、と、やり方の一つなのと。あと、ファンダメンタルって何かっていうと、それはね、会社をよく研究するんですよ。会社をよく研究して売り上げがどうなのか。ね。うん。これもやります。ね。だから、例えば今、エヌビディアっていうのは、あの今までの業績がどうだったのか。で、今後何があるのかっていうのを、 研究し尽くしたところですね。これが全て合致すると、えー、私は買いだと思ってるんですね。でたまたま合致したのが NVIDIA だったということ、ねうん、で。ファンダメンタルっていうのはね、あの常に追い続けなきゃいけないんで、結構大変なんですよ、ねで。ただね、助けられたことがありました。このファンダメンタルっていうのは、えー、と株主、ね、株投資の、ね、神様と言われているね、えー、なんだあのバフェットさんですね。 えー、バフェットさんってあの、IBM のか大株主さんとかね。そうですね。で、私もね、IBM の株を前持ってたんですよ。米、IBM、ナスダックじゃねえ、っ、えー、と、ニューヨークダウンですね。ニューヨークダウンの、えー、IBM 持ってたんですね。これはかなり急落してたんですよ。すごい下がっちゃった。買った後ずっと。ね、IBM って言うと、何かっていうとねあの、配当がいいんですよ。配当がいい。しか、4, かえー、4ヶ月、えっと、四ヶ月一1回。あ、3ヶ月一1回か。 年に4回に、ね、配当があるんですね。で、配当がすごくいいんで、貯金のつもりで買ったんですけど、みるみるうちに下がっちゃって、うんね、の AI の開発ってすごい力入れてるんですけど、実際にはね、あ,のあんまり評価されないんですよ。あの株主、ね、投資家にはね。っていうことが分かったんですけど、うん、である時ね、そね、バフェットさんが IBM の株を買い占め始めたんですよ。なぜか。なぜかね。そしたら、 株を買っったたた値値段段にに対ししししてて元の値段に回復したんでですねそれで私売ままいましただから、あのー、今どうなってるかわからないですけどね、バフェットさんのおかげで損しないで助かったっていう部分が実はあります。あ、そうだ、そのバフェットさんっていう人は、あの本当投資の神様と言われてるんですけど、あのー、そうですね、えーと、そういうそのファンダメンタルの理論を、 発表された方なんでですねでどういうふうにやるかってね、えー、それこそね、あの私は今、ね、アルファベットと NVIDIA、ナスダック株持ってますけど、ナスダック株にあまり手を出さないんですよ。ね、ニューヨークダウンみたいな、そのよりね、えー、皆さんに身近なものを買うようですね。IBM もそうだしね、分析されて、だから、あのバフェットさんが買うってやつが必ず上がるみたいですね。うん あのだから、あのー、本当にね、えー、すごいね助けられたっていう思い出がありますだからあのー、なんだファンダメンタルっていうのはすごくね私も普段から大切にしていて、えー、いざっていう時はあの現在の株価の動向とかをとか為替の動向を、えー、見極めて、えー、買うようにねしてはいるんですけどもね、あのー、この2面から攻めるとこすべて合致するとそれはもう強力にね 儲けるというかねえー、ことができるのかなと思いました。はい。では、今日のね。報告は以上です。はい、失礼いたします。